おう。というわけで、ついに我々が直面する問題の答えを突き止めた。それは何だ？まあ、まずは紹介したい。少し早かったな。司令船はまだ地平線の向こうだ。交信圏内に入るまであと30分かかる。待つしかないな。教えてくれ。そうだな。Dコードの話を覚えているか？インナーロシタの中にあるダイモスを呼ぶものだろう。そう。そして3カ所にアクセスしてると話した。その一つがここで見せる軌道上の司令船だ。ダイモスのデータをそこから引き出し、セクター1の自動工場に量産させ、ユニバーサルコントロールを攻撃させる。それが D コードの正体さ。俺が今できること、それは皆を救うため沖野と共に行動することだ。そこが攻撃されるとなぜ人が消える？その謎も解けた。だがそれは司令船にいる彼女から説明してもらう方がいい。人形が動いてるぞ。止まれ。止まった。この人形、敵なのか？地上にいたやつがここへ来たようだ。僕の声を認識してるけど、操作の権限を外されてるな。僕の命令では停止できない。またすぐに動き出すだろう。おい、こっちにも。止まれ。嫌な予感がするぞ。そうだな。戻ろう。様子がおかしい。どうした？あのコンソール。あっちに制御が映ってる。ここにいてくれ。タイマーをセットしてくる。おい。止まれ。起きろ。俺だけこっちに。すぐに戻らなければ沖野が。誰でもいい。時間旅行の操作ができるやつを。関ヶ原なら、時間旅行なら慶太郎の騎兵でも、いや、もうあの先生でもいい。飯など食ってる場合じゃない。あの先生はいないようだ。
君、すまない。尋ねたいことがあるんだ。はい、何でしょうか。森村という教員を探しているのだが、居場所がわかるだろうか。森村先生でしたら、今日はもう帰られたかと。そうか、この非常時に限っていないとは。仕方ない。この辺りで目つきが鋭く素行の悪そうな男を見ていないか。いえ、何でもありません。三浦という学帽の少年を見かけなかったか。学帽？あの中学生かな。知っているのか。すみません、そこまでは。うちの部員なら何か知ってるかも。その部員はどこに。この時間でしたら休憩所かと。わかった、ありがとう。君、少しいいか。なんでしょう。三浦という学帽の少年に心当たりはないか。学帽、夏野の彼氏のことですか。夏野、部活の友達に彼氏がいて、すごく古い学生帽をかぶってたような。そいつだ。どこにいるだろうか。部室棟にはいなかったし、そういえば前に旧校舎の近くで見たことが。旧校舎、木造校舎のことか。ありがとう、恩に着る。人相が悪く喧嘩っ早そうな男を校内で見かけたことはあるか。ありますよ。本当か。目の前に。他には。あとは尾形くんとか。大きな。どうした。これなんだ。あなたが好きです。何を。血迷うな、俺は。なんてね。前にここで尾形年次に告白したろ。あの時すごく怒ってたから告白してほしかったのかなって。バカ野郎、男に告白されて嬉しいもあるか。そうか。誰もいない。あなたもしかして。こちらを探して正解だったか。誰だ。これは関ヶ原といた探査装置じゃないか。なぜこれを持っている。君は。高俊さん、私が連れて行こう。私がおきろのところへ連れて行く。呪いのに襲われておきろは自転車に
状態だ。なんだと？貴様は一体なぜ沖野のことを？司令船から整理放送を通じ稲葉美雪が伝えていた着陸あれを。あ、うん、これなんだ。これはフェイザー中ドロイドと戦う武器や実用が未来の銃か。指揮士はと研究所から持ってきた中枢の解析情報で研究された武器だ。ラクロ、君はどこで？え？危険だ。もたもたすると起きろが急ごう。やられた。すぐに病院へ連れて行ってやる。石山、喋らなくていい。手紙を。おい、大きな。4への侵略が近づいている。そこで君と騎兵を共有しておきたい。セクター5の海中に隠してある。僕の乗っていた12番騎兵だ。僕に何かあれば君に必要なものだ。だから体を勝手にいじらせてもらった。騎兵の起動マーカーは左の前腕部にある。あの探査装置が言うように、貴様が本当にまだ生きているなら、戻ってくる場所がなくなっていては困るよな。命をかける理由ならそれで十分だ。さあ来い、12番騎兵。やれやれ、やっと乗ったか。今のは沖野の声が聞こえたような。そうだ、僕さ。沖野、見えないだろうが足はある。幽霊じゃないよ。あいつの言ったことは本当だった。僕はまだ生きてる。騎兵を共有していたおかげで
こうして君とだけ交信できるんだ。どうすれば貴様を助けられる？もう僕はあの世界には戻れない。生命保護のため切り離されたんだ。これが答えだよ、肘山君。話したろ？インナーロスターの処理8割が謎だと。聴覚、視覚、嗅覚、触覚、味覚、僕たちの全ての感覚を操作していたんだ。あの世界を本物に見せていた。それが処理の正体だ。本物に見せていた？偽物だというのか？俺の実家も工場も。5つのセクターは現実じゃない。僕たち15人以外の人間はユニバーサルコントロールが作った。あの世界は仮想空間、幻だよ。幻？僕たちが今いるコクピット、ここが現実だ。そもそも僕の設計にコクピットはなかった。全長35メートルの格闘兵器に乗り込むなんて自殺行為だ。殴りかかるだけで衝撃は列車事故並みだよ。だが完成した騎兵には乗れた。中枢の情報から未知のシステムを採用したため、これもそういった一部だと考えていた。でもコクピットじゃなかった。これは肉体を育成するためのポットだ。僕たちはこのポットで生まれ、一度も外に出たことはないんだ。その話が本当だとしてどうすれば出られる？出られるかどうかはわからない。一つだけ確実なことは、あの世界がダイモスの侵略で消滅すれば、僕たちはポットの中で死ぬ。貴様のようなふてぶてしい奴が死ぬはずがなかろう。世界がどうだろうが、俺の役目は同じ。祖国と愛する者のために出撃するだけだ。肘山君、貴様は死なせん。肘山君、たとえ世界が消えても僕は常に君といる。行こう。